メカジやるな、ピント T がやっぱいいんじゃねみたいな、ナンバリングしてやって10年も20年も持つあのアメカジっていうのにハマっていただけるんではないかなと。僕らの世代だか、まあ世代からもアメカジをこうやってきて、一番最初にこうやっぱりなんつうの、あのアメカジやるならこれだろうっていうのをちょっとあのね、もう撮影してくれる原田さんからもあの言ってくれて、確かにその視点って僕らないんですよ。あのもうアメカジをずっとやってきてるから最初に買ったとか最初に入るにはなんていうことは愚問なわけですよ。いやこんなものはあの三度の飯みたいなもんだろみたいな感じなんだけど、何着たらアメカジなんだみたいなところで言ったら、まず T シャツだよね。こんなカレッ、まあ僕もカレッジプリントとかもこんな、まあプリントですよね。プリント T がやっぱいいんじゃねみたいな。で、もうアメカジといえばこういうね、こういうなんかこうあの背番号みたいな、あのこういうナンバリングの入ったあのその高校大学あとは所属してスポーツクラブチームとかの、まあいわゆる結構ざっくり言ってそういうのをなんかカレッジプリントみたいな感じで言ったりとかするっすけど、このテイストのもういわゆるこれ着てもうジーパン履いたら誰でもアメカジっていうそんな一枚ですよね、うん、でまあプリントの手法とかで考えたらこういうラバー、うん、まあちょっとこう分厚いね塗料をこう塗ったような、もうなかなか経年変化があんましづらいような、うん、あのラバープリント、うん、思うとこれが染み込みって言ってね、洗っていくとどんどん染料が中に入っていくんで、あのその沈んだ色味を楽しめる、経年変化を楽しめるという染み込みプリントというね、その2つでやってるんですけど、こういう本当にいわゆるもう丸胴のこの剥ぎ目のない、サイドの剥ぎ目のない、まあ、なんかアメリカボディの昔もこれ全部丸胴なんですけど、丸胴の T シャツのこの、まあ、スクールカレッジプリントのプリントがもう着てもらうとアメカジかなと、あとはやっぱこれだね、フットボール、いわゆるフットボールティーですね。こういうナンバリングしてあって、その袖にこうね、あのプリントラインが入ってね、うん、こういうのもなんかもういかにもって感じの、うん、なんか昔こんなブーン世代の人だって分かるな、これにジーパン履いてなんかウエスコ履いてもうゴローズしてたらもう完全キムタクでしょみたいな感じだったと思うんですよ。多分矢沢はその流派だと思います。どっちかって言ったら、うん、その一味です。僕ちょっとニッチな方行っちゃったんで、あれちょっと失敗したんですよ。フィフティーズの方行っちゃって、ね、これまたいろんなヴィンテージでもいろんな種類があるんで、そっちもメジャーじゃない方行っちゃったんで、ちょっとこういう僕らもの作るのもちょっと偏ったもの作るようになったブランドになったのも比較的こう正統派の方に行かなかった。矢沢はもういかにも、ね、一番ドストレートな正統派なんで。でもその中でも僕こういう T シャツ好きなんですよ。このフロッキープリントって言って、はい、これはまあちょっとこのシートのね、あの起毛してるあのプリントをしてるんですけど、まあ本当にこれがいわゆるカレッジプリントっていう大学とかの、うん、プリントですよね。その大学とかで所属してるそのチームの、まあ、あのフットボールチームだとか野球チームとかそういう人たちがあのプリントした、うん、そういう人たちのチーム着みたいな、うん、の T シャツですね。こんなのはやっぱりこんな1枚着てくれるだけでアメカジと、アメカジ最初って言ったらやっぱシャンプレーシャツでしょって、寝るシャツっていう声もあると思うんですけど、これがね一番秋冬春夏関係なし万能、うんうん、いつでも着れる長袖シャツで、もうジーパンに合わせて軍パンに合わせてチノパンに合わせて、うん、絶対もうなんかどんなブランドで他のブランドでもさっとこれ着たらアメカジ、シャンブレシャツですね。50年代ぐらいのね、うん、あのシャン、もう本当にいわゆる分かりやすいこういうあのマチって言って、この縫製がね強度を増すために作ったこのマチ、このマチがここにね耳をこうついつけたりとかね、このそういうなんかヴィンテージらしいディティールの、あのいわゆるシャンブレシャツっていうのを、シャンブレシャツだけでもね、これ半袖シャンブレシャツですね。左右のポケットもいろんな形があるんですけど、
縫い方もちょっとずつ違うんですよね。普通にボタンも違うんですね。ボタンもメタルだしね、これもね。普通の人からしたら、なんで同じのばっか買うのか。これで、ね、奥さんに一番怒られるやつ。何枚もみんな持っちゃうんですよ。この男の人の収集癖でね、毎日ね、カツ丼食べちゃうんですよ。好きな人は。それと同じ。うん、あの気に入ったものは何枚も買っちゃう。うん、でも色が違うんだ、デザインが違うんだって言って、嫁さんを困惑させちゃうね。そんな感じなんですけど、これはデザイン違う、これは完全にね違うって言ってもいいんじゃない、うん、この年代は30年代、ね、うん、のデザインですね。これはなんか以前にも紹介したことがあるスモーカーシャツっていうね、うん、こっちにあのタバコ、この頃はショッポですから、だいたい形がもうショートホープぐらいの大きさなんで、タバコ入れ、で仕切らないようにこうやってふかしてね、うんうん、でこっち側にペン差しだとか、うんうん、普通に実用的に使える、はい、ポケット入れて、でこんな風にねシャンブレーシャツ一つでも全然違ったりするんですけど、シャンブレーシャツ着たらアメカシ、うん、はい、カレッジプリントの T シャツに上にシャンブレーシャツ着てもいいし、うんうん、もうこれがあれば間違いないんで、まず何でアメカシなんていうのは一つも知らないという人は、これあのふわーって着てシャンブレーシャツくださいってだけでもうアメカシです、うん、はい、まあこれを着てくれれば、これがね10年も20年も持つし、10年着てるとしたらこれすごい色もまた抜けてね、いい雰囲気になるんですよ。でボタンもそれぞれそのいろいろシャンブレシャツもうちでもいろいろな種類作ってるんで、縫製の糸もちょっとずつ違うし、うん、縫い方も違います、うん、縫製も違うし、はい、本当にこの色味ね、ボタンの色もそうだし、全部が見比べてもらうとちょっとずつステッチ幅も違うもんね、うん、そういう部分をね楽しんでもらえれば、すごくあのアメカジっていうのにハマっていただけるんではないかなと思いますので、ぜひご検討ください。まあ1枚は持っててください。はい、これ強制らしいです、はい、何かしら、ということで、こんなアメカジ談義でございました。ありがとうございました。